はい、こんにちは。今回は多くの無敗ボクサーや絶対王者を破ったすごいボクサーを紹介いたします。マルコ・アントニオ・バレーラ。元世界3階級制覇王者のマルコ・アントニオ・バレラは童顔の暗殺者と呼ばれ、エンドリフの連打をもってパッキャオをはじめナジム・ハメド、エリック・モラレス、ファン・マヌエル・マルケス、ジョニー・タピアなど多くの強豪と激闘を繰り広げました。そしてナジム・ハメドとエリック・モラレスに初黒星を与えましたが、今回はナジム・ハメドとの戦いを紹介いたします。元 IBF、WBO、WBC 世界フェザー級王者のナジム・ハメドは36戦全勝 31KO と無敵を誇っております。身長は160センチで体は大きくありませんが、凄まじい身体能力を生かした防御感とカウンターで相手を簡単に KO します。ノーガードという型破りなスタイルのハメドに対し、マルコ・アントニオ・バレラはガードを高く掲げ、左ジャブを中心に正統派で高度なボクシングテクニックで50戦以上のキャリアを誇ります。変幻自在のスタイルで全勝のハメドは正統派のメキシカンファイターによって完全に封じられ、苦しい展開となっていきます。ジャブの差し合いで我らが優位に立ち、接近しても連打を上下に打ち込み、童顔の暗殺者が悪魔王子を完全に抑え込んでいきます。鉄壁の防御と抜群のスピード、そしてスタミナや戦略などあらゆる要素が完璧だったフロイド・メイウェザー・ジュニアは、スーパーフェザー級からスーパーウェルター級までの階級で50戦戦い、すべて勝利しました。50戦の中で3名の全勝ボクサーと拳を交えましたが、リッキー・ハットンとカネロとの一戦を紹介いたします。スーパーライト級とウェルター級の2階級で世界王者となったリッキー・ハットンはデビュー以来43連勝し、コステラ・チューやホセ・ルイス・カスティージョなどの実力者を KO しております。デビュー以来43戦全勝のハットンは WBC 世界ウェルター級王者フロイド・メイウェザー・ジュニアに挑戦いたしました。全勝対決の一戦はメイウェザーがスピードとテクニックでハットンを翻弄し、前進するハットンを鋭いカウンターで迎え撃ちます。10ラウンドにはメイウェザーの左フックが抜群のタイミングでヒットします。
彼らの戦績は42勝無敗1引き分け、メイウェザーは44戦全勝と、ともに無敗で最強ボクサー同士の一戦ということで、試合前のチケットは販売からわずか2日で完売し、注目を集めました。36歳と23歳の新旧対決、スピードと防御に優れているメイウェザー、片や馬力と体格の大きなカネロとタイプが正反対ということも注目されました。カネロは若く勢いがあり、メイウェザーより体格面で有利でパワーがありますが、中盤からメイウェザーがカネロのパンチを見切り、カネロのパンチが全く当たらなくなりました。試合後にメイウェザーが無傷の顔で、もっとプレッシャーをかけていけば KO もできていたかもしれないと言っていましたが、リスクは犯さず安全運転に徹しました。3階級を制覇したジャーボンテ・デイビスは、2024年2月現在において直近13戦の試合の中で、なんと無敗のボクサーが7名もいたのですが、今回は初めて王座についた試合とライアン・ガルシアとの試合の2試合を紹介いたします。デイビスが初めて世界王座に挑戦したのは、2017年1月にホセ・ペドロザの持つ IBF 世界スーパーフェザー級王座への挑戦でした。ペドロザはプエルトリコ出身で、北京オリンピックに出場したアマチュアエリートで、プロ入り後も22戦全勝で無敗のデイビスを挑戦者に迎えました。メイウェザーの秘蔵っ子として期待されていたデイビスは、当時22歳、16戦全勝、15KO の戦績で、序盤から長身のペドロザを攻め立てました。長身のペドロザは、こんにゃくのように、つかみどころのない防御を駆使し、時には、ショートの連打を中心に、反撃しました。しかし、圧倒的なパワーとパンチ力を誇るデイビスが次第に王者を追い詰め、第7ラウンドに力強い連打を叩き込み、最後は返しの右フックで王者を弾き飛ばしました。2023年4月、WBA 世界ライト級王者のデイビスと、元 WBC 世界ライト級暫定王者のライアン・ガルシアが、136ポンドのキャッチウェイトで対戦しました。試合前の掛け率は、9対4でデイビスが有利でしたが、ガルシアはデイビスより身長が10センチ以上高く、また、ハンドスピードが非常に速いので、デイビスが苦戦すると予想した関係者も多かったのです。しかし、デイビスは第2ラウンドに強烈なカウンターの左フックをヒットさせ、
早くもダウンを奪い、23戦全勝 19KO のガルシアを圧倒し、第7ラウンドにカウンターの左ボディブローでとどめを刺しました。